はい、では参りましょう。危険なアート、ついにミッションやっと行く気になりましたということで、裏口を使おう。裏口を使おう。裏口はどこだ。さあ入ろう。ちょっとまだ色変えようか。スパイダーマン、あ、新しいスーツが、ん、スーツがニューになってるんですけどね。あ、スーツパワーがニューってことね。これはまだリサーチトークンってやつがないとダメなんですよね。これかっこいいな、なんか。うーわ。いや、な、気持ち悪い。怖いな。ちょっと怖い。不気味っすね。よし、ノーアルスーツでいきましょうか。いや。ちょっと久しぶりにスパイダーマンちゃんとしたやつ戻すか。アーマーアドバンススーツ。これでいきます。ちょっとかっこいいね。いや、かっこいいやん。グレイフォックスみたい。もっとそういうなんかコスプレみたいなの欲しいですね。なんか、ちょっと他作品のやつ、面白くパロったりしてくれてへんかな。例えば、ゴレンジャー風とかさ。なんか、それこそ、そのグレイフォックス風とか。ベノム風ないかな、ベノム。デーモン。ファイルは一体どこにある。他にも人がいるの。きっと持ってったのよ。あの仮面何者だ。声が軽いんですよね。ここには俺たちしかいない。ファイルを見つけなきゃ命はないぞ。まずいな。バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。こっそり倒す。スニーキング。ユリ、警報は本物だったよ。仮面の男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解、部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。どうやったらいいの、どうやったらいいの。ベイスク滚蛋、我们的机会终于来了。フィスクに取って代わろうとする組織。ん、どうやったらいいの。バレないようにやるぞ。気づかれたらまずい。床を拾う。物体や床などにウェブを放って敵をおびき寄せ、ウェブを放って。听见有声音。うん、真下に来るのを待ってハングフィニッシュ。なるほど。上から吊るされてると気持ちよさそう。なるほど。こいつらまさかキングピンの縄張り奪うつもり。週末くらいゆっくり休ませてよ。なるほどね。一回おとりのやつを放って、こいつを上に吊るして。よー、素晴らしい。声ぐらい出るやろ。うわ、危ない。敵の背後に回ってステルスフィニッシュを繰り出す。ステルスフィニッシュ、スニーキングミッション。おお、ナイス。マジナイス。誰か来る。下から見えちゃうな。どうすんの。オッケー。他に人がいるの。本当よ。オッケー。さあ、どこがファイルを。ん、いるっていうな。どこにいるんだ。わかんない。そんなの知らないわよ。どうする。急がないと、怪我人が出る前にね。危険。危険アイコンを表示されている敵を攻撃すると近くの敵に気づかれてしまう。敵をおびき寄せて気をそらすことができる。え？刚刚那是什么鬼？
この状態で。なるほど、なるほど。一定有事老叔。おやすみ。かっけー、早速あれやれよ。おやすみ。あれなんだろう。何これ、カメラ。これってもしかして。動くな。と、あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ナイス。誰？ピーター。 MJ 元カノ。 MJ、 ここで何してるの？そっちと同じ仕事よ。というか、だった。あ、よう分かったな。これ君のだろ、うん、この変なスーツ着てんのに。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた。まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね。15分前。あ、どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材は。クレイグとは明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。なあ、はい、すみません。あ、クレイグ？うん、ごめん、ただ表紙は変えないとダメになるかも。わかんない、あ、表現派の作品とかは？やっぱり今日やってもいいわよ。本当に？脅しやん。もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり平気そう。始めましょう。駆け引きがすごい。おだだだだ、あかん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 。品物をよく見ておいてちょうだいね。嘘電話ね。準備ができたら爆蔵のところに来て。爆蔵、はい、すごい、結構本当日本好きなんですよ。ほら、畳鎧、15世紀。勝てば官軍、負ければ俗軍を信条とする有力な武士が着用していた。これ全部見ていくんかな。こんなバーカウンターみたいなのもある。すごいな。16世紀、甲斐源氏の武田氏に仕えたとされる赤眼の武将、山本勘助を描いたもの。私のパパみたいな古株を首にして、あいつは逮捕されたってパパに教えてあげたいな。ごめんごめん、その呼んでるからあなたが喋ってても聞こえてないのよ。本当に政宗、初めてピーターがフィスクと戦った時、これで切り刻まれたんだっけ。そうなんや。瀕死のピーターがうちの庭で倒れてて、パパの車で救急病院に連れてったんだよね。そうなんや。それ以来。シムカリア、ニュースになってなかった？全然わからん。世界の歴史って結局男子たちが着飾って戦ってるだけってたまに思うんだよね。まあそう言われたらそうかもしれないですね。風神雷神。この絵ついつい見入っちゃう。二人の間の緊張感が圧倒的。二王像、風神雷神じゃないな、二王像ですね。アウンの二王像。京都、綺麗な街。そうでもないよ、雑居ビルばっかりよ。世界中を旅してみたいな。来たらびっくりするんで、雑居ビルばっかりやし。仕事もあるしね。うちの店寄ってくださいね。なんでチェロ？名前つけてたんだ、バネッサ。ムッソリーニ、いろんなもんが展示されてる。でも急にチェロはなんか謎やな。これはステッキ。なんで？この杖ほんと嫌い。なんで嫌いな？すごくださいなんで嫌いな？黒魔道士で言ったら、装備しとったらちょっとぐらい強いな。準備ができたら教えて。わかりました。これ爆像、これ爆像ですか？これ、この傑作から始めましょう。一点物の柿右衛門の爆よ。わあ、綺麗。御船ですか？そうよ、フィスクさんはとても
趣味がいいの。彼とは逮捕前からのお知り合いですか？まあ、仕事上はね。販売のお手伝いよ。先に行きましょう。はい。これ屏風ですか？ここにあるのは伝統的なたらし込みのにじみ技法を使った極上の一品よ。この匂い素晴らしいですね。これがフィスクのお気に入りだったんだ。すごくフィスク素晴らしいね。確かに相対性を好んでたわ。静かな想像の中に破壊の叫び声が聞こえるって。取り扱った品物の中に非正規のものもあったんですか？いえ、まさか。あるわけないでしょ。私が知る限りは。知る限りはという一言。え、違うの。このお茶会用の鉄瓶の複雑な細工を見て。検察局の友人がフィスクは美術品販売を利用して盗品を売ってるって。私がそんなこと知っているわけないでしょ。すげえチクチク言うな、ね、ただその彼も逮捕されたし、何かおかしなことに気づいてたなら。悪いけど実はもう時間がないの。今のうちに表紙用の写真を撮りましょう。あなたの取材をするってさっきの友人に話したら、名前に聞き覚えがあるって言ってて。とにかく写真を。そこに立って。何ですの。本当に何も言いたいことはないんですか？ほら、オフレコでいいから、フィスクの活動について。あなたの読者はそんなことに興味ないでしょ。怒らすぞ、ほんま。もう、待ってて。うわぁ、待って、あれって写真撮らないと。なんで、あれがここに。よし、像自体があるやん。かけ直すわ。これ盗品なんちゃう。ごめんなさい、今日はもうおしまいにしましょう。ああ、あのトイレを借りてもいいですか？ええ、ついてきて。ありがとう。ここ本当に素敵な場所ですね。ええ、あなたは見納めになるけど。は？角を曲がったところよ。急いでね。もちろん。こわ、すぐ戻ります。こわ、ほら怒らせた。届かんでいいか、こういうとこも。怪しいもん見つけてもた。ああ、クレイグ、ちょうどよかった。あなたがよこした記者、約束してた宣伝用の記事書くつもりないみたいで。いいえ、ここにいるわ。なんとかして奥の部屋に行かないと。あの像が予想通りのものなら、特ダネになること間違いなしだもん。彼の予定が変わったですって。敵に警戒されるとハテナが表示されて、捜索が開始される。敵に発見されるとびっくりが表示される。静か。あなたの記者じゃないなら一体誰なの。ここで待機する。今この会場にいるのよ。嘘でしょ。え、あなたに解決できるとは思えないけど、今はとにかく潜入調査中の記者を逮捕してもらうのが先でしょ。今いける。これあなたに落とし前つけてもらうのはその後よ。そっち行けってことか。まずい、怒ってる。アイコンの方に行った方がいい。もちろん今のは脅しよ。ええ、そう。ええ、そうして。わかった。信じられない。バーカウンターを通っていけと。え？ええ、そう。ええ、そうして。わかった。めっちゃ喋ってるやん。信じられない。ええ、そう。ピーターから聞いたことがある。ここに証拠を隠してたって。押収されなかったんだ。この像を開けられるんだっけ。開けられる。どうやって。像を開ける。え、ここに何かヒント隠されてないかな。これか。後ろに仁王像がある。うん、
でも何か違う？横向いてるね。首？首が横向いてるね。どうやってやったらいいの？ずいぶんフィスクと仲良さそう。右手がピュッて上がって、なんかでやるんかな。調べる、うん、何か思ってるみたい。あ、持っとるね。この状態にするんやね、要はこの状態に。ほら、まず持たさなあかんねや。このスキャンモードはいらんねん。これじゃない、これも足すんじゃない。てかまずいじくれへんかったら、どうやっていじくる。始まんないんすよ、なんも。調べる、回転させる。象は動かせる。よし、代表的なポーズは秘めた力。秘めた力。口を閉じて左腕を下ろし、右の手のひらは正面に。うん、これでいいのか。で、このポーズですよね、要は。片手に持ってるあれは何？ここまでやったらフラグが立ってんのかな。これやろ絶対。あ、立ってる立ってる。よし、もしかしてパーツが動くのかも。動くですよ、そら。口を動かす。下げて、こう。よし、開いた。あともう少し。でも何か足りないみたい。これですよ、前に見たことがある。これ何やの、これなんやのこれ。何かわからんもんを、何かわからんやつ、像の何かわからん。違うみたい。違う？え？違う？え？絶対これやん。違う？え？うん、何か思ってるみたい。あれ違うな、確かに。これですか？ちょい短いけど。当たり。よし、握った。ノーマン・オズボーン。すごい仕掛けやな。これは何？デビルズ・ブレス？一体何の？で、ここでか。やっば、怖っ。すみません、ちょっとあなたここで何を。まずい、まずい。あー、このシーンやったのか。そこに把文件找出来。把文件找出来。ファイルがなくなってる。なるほどね。なんでまだカメラあごにかけてたんや。出口に向かってたらあなたがいて。殺されてたかもしれないだろ。自分こそさっきやられそうだったでしょ。聞いて、誰だか知らないけど狙いはこのファイル。でもあんなにたくさんいたら脱出できそうにない。よし、オーケー。じゃああそこに隠れて、僕が悪者片付けたら君は逃げるんだよ。わかった。スクープ取ったな。会えてよかった。ああ、だね。こんな形の再会は予想外だけど。また付き合うんじゃん、これ。笑った。私は予想してたよ。うわ、エロ。なんなん。やめて。MJ、香水変えた？こら、集中しろ、集中。やめて。行動。待って。
こいつらを片付けないと進めそうにないな。どこに人結構おるな。おねんねしてな。ピーター、正面付近に隠れた。合図をくれたら脱出する。オーケー。でもあのファイルは、なんであいつらそんなに欲しがってるの？デビルズブレスって呼ばれるもののメモ。フィスクはその研究所の建設を請け負ってたみたい。それが何なのかわからないけど、フィスクが怖がってるパンドラの箱だって言ってね。あのフィスクが。君とファイルを脱出させなきゃ。待ってて。安全。よし。意外と、意外とうまくいっている。あと一人、まあおるな。バレないようにね。我去继续搜查。どうやる？いや、バレないようにって、だって難しくない？これ。これで来てくれるか。といて、僕のこと気づかなかった？大盆像。監視カメラ。上乗れへんのかな。え、上行けへんすかね。しゃがむとかできへんしな。バレる。二人来たな。二人来ちゃいましたね。おっと、あれ覚えてる。なんて呼んでたっけ。よし。すげえ音したぞ。やばい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 。今のはあかん。大胆に行きすぎや。ほら落ち着いて。今のは大胆に行ったぞ。だいぶ。こっち来やがった。ったく、物溜め込みすぎじゃないの？我跟丢了。有人倒下，有人接下在这儿。バレたんちゃう？しょうがないな。MJ、これはしょうがない。これはしょうがない。ラスイチやから。MJ、いた。そんな大事なファイルな。やめろ。待てよれ。あ、逃げよった。人質を取るなんてお前ら卑怯だぞ。よっしゃ。さあ前進だ。うわ、あんたたちなんで手が光ってるわけ。もしかしてお化け。お化けは初めてかも。よし。おお、ほんまや。
ほら、亡霊とは戦ったけど、でも厳密には亡霊はお化けじゃないでしょ。すげー。お化けは亡霊だが、すべての亡霊がお化けではない。わかる？お化けって名前だ。ああ、お化けっていうよりエネルギーって感じに見えるけど、まあいっか。お化けと戦うはやりたいことリストにキープ。何言ってんか全然わからんな、こいつ。確実に倒していこう。まあ、銃持っとるやつの方がまあうざいんで。よいしょ。ガッツいやつ来たー。1対 1？ おぉおぉ、うわぁ、なんだそれ、なんだそれ。シェア、よし、空中コンボ、よし、やらせるか。よし、完璧、完璧だ。カッパ、うん、古そうだな。あの人に聞けばどこのものかわかるかも。中国っぽい雰囲気やけど日本っぽくはない。クレイグと話した。あなたヘリテージアーツの記者どころか職員ですらないわね。そんなこと言いました？どうも、デイリービューグルのワトソンです。うわ、絶対にここで見たことは記事にしないでしょ。教えてください、盗まれたファイルは一体何のファイル？うわ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 、何のこと？このオークションでフィスクがこれまで売ってきた盗品についてはお宅の編集長に弁護士から連絡させる。ひどいなこいつも、まあ、すごいけどね。もう殺されんぞほんま。ミクこの半年のことは帳消しで。半年ほっといたんや、ごめんな。あるある、こんなことは。ごめんね。一応でも解決はしたのかな、とりあえずこのシナリオは。あのスニーキングも楽しいですね。あの静かに行ってパシパシッと倒す、なかなか楽しいです。気持ちいいです。なんかそのここいつからイタリアになったの？なんでバレへんねろっていうのもありますけど。でもフライドポテトは今も健在。よかった、街一番だもんね。仕事はうまくいってるの？うん、まあたった今、今夜のふざけた行動のことでロビーからメールで叱られた。明日法務部から呼び出したって。何度目だろう。ああ、記事を読めば分かってもらえるさ、昇進間違いなし。で、命知らずやもんね。どう思う？ただの強盗だろ、どう思う？うん、それだけじゃない気がする。事件の話はやめよう。あんたが言ったやん。それで自分はどうなの？ほら昇進はした？まだだよ、でも大成功まであと一歩なんだ。オズコープならすぐ雇ってもらえる。ハリーに電話をすれば。分かってる、でも博士の研究で大勢が救われる。あそこが僕のいるべき場所なんだよ。あっちの仕事より大事なことなんだ。前はそんなこと言わなかった。この半年いろいろあったんだ。スパイダーマンとして頑張ってんねんからすごいことやけどね。ほら友達は夕飯一緒に食べるだろ。友達？うわ、私たちが？なれないかな、君さえよければだけどさ。重荷になるんじゃなかった？そうかもしれないけど、その荷物にはいいことだってたくさん詰まってるんだ。例えば友達は友達でもピーン、フレンドなんだ。どうして別れたんだっけ？フレンドと思ってるんだ俺は。それって引っ掛け問題？いいタイミング。また話せる。
行って。すげえなこいつ。いやもういや好きになるでしょこれは。ここまでの正義感というか活躍ぶりなら。お気に入りのカップルが、あ、いやいやカップルがよりを戻してくれて本当に嬉しいよ。よう来てたんやなここ。付き合ってた時はよう来てたと。クリア。経験値入って。いや僕だよ。レベルアップ。3番街のパトカーの行き先は。ハーマン・シュルツがまた何かしでかしたみたい。ハーマン・シュルツ。ショッカーか。仮釈放中だよね。そうよ。まんまとやられた。平気だよ。ハーマンは可愛い方さ。夜にはライカーズに送り返すよ。仮面姿の悪人から元カノを救って一緒にディナー食べて。しかも今度は衝撃波撃って強盗するイカれた悪党を捕まえに行くのか。ほんと死ぬほどありふれた生活だよね。いいやんか。いいやんか。しょうがない、もうそういう運命や。スパイダーマン明るいですね。でもスパイダーマン本当に性格が謎に明るいですよね。犯罪起こってる。いや犯罪組織やあるね。オッケー、じゃあ次回ここから行きましょう。すごいじゃない。あの犯罪組織は潰す。スパイダーコップがいる限り、たとえ火の中水の中いかなる任務も。ああ始まった、切るわよ。彼女は認めないが、スパイダーコップに好意を抱き始めていた。ナンパ。これまでの人生で会ったことのないようなワイルドで型破りな男。彼女は心を開く。いつの日か。ガン虫やん。はい、ということで次回行きます。